ドクターナブの研究所。やあやあ、お久しぶりだねー。アイゼマン博士だよー。アイゼマン博士だねー。今日はさ、ナバ君がサボってるからさ、私がちょっとした実験をしたいと思うよー。村人を使ってね。なーに、とても簡単な実験だからね、楽しく行こうねー。きっとさー、村人くんも喜ぶと思うんだよねー。あっはは。実験の内容は、このベッドに村人くんに寝てもらう。その後にさー、水とかマグマをね、ちょっと流すだけなのよ。簡単でしょ。村人くんは寝てるだけ、頭は使わないの。これあげるよ。行くぜー。アイゼマンショーの開幕だー。先ほど眠りについた村人くん、布団の代わりに水をかけてあげたよ。ついでに熱帯魚も入れてあげたの。あたしったら、優しい。あっはは。この状態では、村人くんは水に触れていない。なら、このまま朝になったら、村人くんは、どんなリアクションを見せてくれるのかなー。朝にしてみようね。村人くんと水の、下水分解の始まりだねー。どんな反応が見られるのか。村人くんと水が接触したら、水素プラズマ細胞からプロトンを抽出できるかなー。超電導加速装置を持ってこなきゃね。あっはは、冗談だよー。ほらー、朝なんだからさー、起きなよー。いつまで感覚遮断してるのさー。こんなことなら、強制覚醒装置でも作っておけばよかったなー。そもそも、村人くんは寝ているのか、目が思いっきり開いているんだよねー。でも、眼球運動は見られないから、熟睡しているのかなー。お、起きた。起きた途端に水の外に出た。今度はさー、マグマの布団だよ。最近寒くなってきたからねー、マグマをかけてみたの。でもやっぱり、村人くんには直接当たらない。朝にしてみようねー。朝になったらどうなるのか。今はマグマには触れないけど、朝になって、覚醒したら、マグマに触れるリスクを取って、起き上がるのか。それとも、リスクを回避するため、そのまま寝続けるのか。どうなるんだろうねー。目は開けているから、状況はわかってるよね。ここで生物としての生存本能があるのかどうか判断できそうだよねー。頭を使うわけじゃないからね。本能の問題だもんね。村人くんの本能は生きることを選ぶのか、生存本能があるのか、生物としての最低限の機能だよ。私としては起きないでほしい。あら、こりゃダメだねー。村人くんには、生存本能がないねー。ねー。あっはは。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。